吉田さん、昔からね、使われてる、話なんですけども、最近は明石家さんまさんのエピソードとして語られることが多いんですよ。というのが、ある方がね、明石家さんまさんのところに相談に来るんですよ。さんまさんと、すみませんけども、300万ほどお金を貸してくださいと。私の息子が難病でどうしても手術するのにお金がいるんですと。300万あったら命が助かるんですって言うんですよね。で、明石家さんまさんが、あ、それは大変だねと、手術成功すればいいねって感じで300万貸したんですよ。そしたらそれがね、詐欺で300万持ってとんずらこいたらしいんですよね。で、その話をある人を通じて明石家さんまにした人がいて、さんまさんと、この前300万貸したでしょと、あの人詐欺師なんですよ。実は病気の息子さんなんていなくって、300万が欲しくてその話を持ちかけただけなんですよと。明石家さんまさんやられちゃいましたねって言ったら、さんまさんが、いや、よかったなーって言うらしいんですよ。え、どうしたんですかって聞いたら、いや、その難病の息子さんおらんかったんやろ、よかったじゃん、手術しても治るかどうか分かんないから心配しとったんや、あ、治った治ん、あ、いなかったんやみたいな感じで、あ、よかったやんみたいな感じで話終わったらしいんですよね。まあ、つまり300万を出した明石家さんまさんからすると、その病気のお子さんが苦労してらっしゃって、それに治るかどうか分かんないって状態よりも、もともとそういうふうに苦しんでいらっしゃらなかった方がいないっていう方の方が良かったっていう捉え方だっていうことなんですよ。まあ、これはでもね、明石家さんまさんがそういうエピソードに巻き込まれたかどうかっていうのは実は分かんないんですよ。ただ昔から例え話としてよくこのやり取りって用いられるんですよね。だから最近の例では明石家さんまさんがそういうことを言ったっていうことにしたんでしょうね。まあでも、お金のことについていろいろと悩んでる方に一つの学びになるような考え方じゃないかなと思いますけどね。いってらっしゃい。